今日もずっとああしてる。こんなに動かない人間っているんだ。食べ物に釣られてきちゃったけど、こんな人間だったなんて。でもひどいことしないし、食べ物だって毎日くれる。あの人間はちっとも食べないのに。お姉ちゃん、お腹すいたよ。たくさんお腹がすいたら死んじゃうってこと知らないの？あの時も自分は全然食べてなかったし、よくわかんないけど、昔お世話になったトラ姉さんが、お返しはきっちりしてやんなって言ってたし。ああ、うん、うん、うん、ちゃんと仕返ししなきゃね。仕方ないから私の食べ物を少し分けて。動いた！あの人間動いたわ！突然だったからちょっとびっくりしただけなんだからね。えっと、ほら早く食べな。あ？あ？